ちょ、やめてくれる？破壊するのはやめてくれます？なんか壊れたやん、焚き火みたいなやつ。そんなものあったっけ、その辺に。この先は墓、あ、ちょっと危ねえ。この先は墓場。おやまあ人間さん。人間は相変わらず顔色が悪いですね。あしらとは大違いだ。こっちからしたら君らが顔色悪いんだけどね。この先はここいらじゃ、墓場半島って言われてる場所ですね。壊れた教会と墓場があるところです。ここには昔々、作物の種を集めている変な人間がいたらしいですよ。で、それがそのまんまそこに隠されているということか。あ、なになに？あ、早速？あるやん、あるやん。間違えた。間違えた。ちょ、背後危ないよ。ちょ、邪魔だよ。あったー、かぼちゃの種ゲット。これをあと29個ね、オッケー。お、また種を見つけたのか。それがチャコのやつが言っていた、かぼちゃの種か。種を持っていたやつが落としていったんだろう。ひょっとしたら近くにいるかもな。種もまだ落ちてるかもしれない。あたりを探して辿っていってみようぜ。あ、墓場や墓場。ほんと、お墓がいっぱい。あ、これもか。ごめん、ココアに言われる前に自分で気づいちゃった。自分で気づいちゃって。お、なんかいっぱいあるね。やった。ん？まだあるの？おー、光ってる光ってる。あ、これで辿っていったら、なんかその、誰かに辿り着くわけ？かぼちゃの種を持っているという。あ、導きの玉や。なに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 。あ、これ？うん、光り出したなとは思いよ。これで、ちょっと待ってね、導きの玉、触っとくから。はい、これで起動した。壊れた教会にワープできるようになった。やったね。なんか一個だけ離れたところにある墓場があるね。なんか特別な死体でも埋まっとんかな。どこどこどこ？あ、これね。うん、ここじゃなかった。はい、ゲットー。あとは？もうないんかな？何か見つけた？どこ？あ、ごめん、そこにまだあるのね。はい。はい、オッケー。あとは？ん？もうない？あ、あるっぽい。はいはいはい、これね。はい、オッケー。次は？ん？走ってく。お、これやね。オッケーオッケー。え、待って、めっちゃ通り過ぎてくやん。待って、なんでこれには反応しなかったの？反応しろよ。通り過ぎてんじゃねえよ、おい。ずいぶん辿ってきたが、見たところ誰もいないな。どうする？もう少しこの辺りを探してみるか？まあ別に誰も。あ、なに？なにこれ？わん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 。おい、どうしたここは？急に墓に向かって吠え出しやがって。え、なんか出てくるんやない？まさか、種を持ってた奴は死んでやがるのか？あ、そういうこと？ん？なになに？あいな、あっちだ。うん。どれ？おい、そこに誰かいるのか？え、なに？うひー、見つかってしまったか。ああ、ゴースト。おのれ、モンゾーラ賢明。相変わらず鼻が利く。それにしても、あの気まぐれで有名なモンゾーラ犬を手なずけているとは。何者なのかに、君たちは。まあ、しがないビルダーですよ。なんと、君たちはカボチャの種を探してここまで来たのか。私は今日までずっと、生前育てていたカボチャの種をハーゴン教団から守ってきた。あ、元人間さん？なるほど。教団は本当に憎らしい。種を奪おうとするだけでなく、神聖な教会も邪悪なものに変えてしまったのだ。確かになんかすごい滅んどるね。はぁ、物作りに力を持つビルダーがいたら、あの教会も正しき姿に戻せるのに。え？ビルダーですよ。なに？君がビルダーだって？そんなにものほほんとした顔で？顔はしょうがないじゃないか。君がビルダーならば、ぜひとも教会を正しき姿に戻してくれ。願いを叶えてくれたら、種をあげよう。さあ、まずは教会の中まで来てくれたまえ。正しき姿、だいぶ壊れとるけど。え？どこから手をつけるんですか？あ、中はちゃんとなんかあるんやね、祭壇が。何？宝箱？見てくれ、ビルダー。
聖なる教会の祭壇がハーゴン教団によってこんなにもまがまがしく変えられてしまった。確かになんか悪魔の像みたいなのある。まがまがしいか。だが俺は嫌いじゃないな。あの像も悪くないぜ。ぬはぁ、君は何を言っているんだ。あんな邪神の像だろ、すぐに壊してもらいたい。とにかくビルだよ。この祭壇を聖なる教会の祭壇に作り変えてはくれんだろうか。君はビルダーなのだろう。君ならできる。君ならやれる。さあ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 。収蔵並みの暑さですね。何何思いついたの。女神様の像的なの。おお、設計図か。なるほどね。女神像の祭壇の設計図を描いた。なるほど。なんか思っとった女神像とはちょっと違うけど。のぉ、まさかこれは設計図というものか。かつての教会の姿そのままだ。実は女神像や祭壇は、この部屋の奥の古びた木箱の向こうに隠してある。さあ、それらを使って、教会の祭壇を正しい姿に戻してくれ。じゃあ、このなんかまがまがしい邪神の像とやらは、私がお持ち帰りしてよろしいということですかね。宝箱はどこ？あ、ここに隠してあるのね。なるほど、なるほど。じゃあちょっといただいていきますよーっと。よいしょ。女神像を破壊するっていうね。絶対にやっちゃいかんことな気がするけど。あ、これを設置すればいいだけ？あ、違うわ。なんか古びた本とかいろいろいるっぽいな。古びた本は？どうやってゲットするんすか？あ、あるやん。ってことは、もう本当にそれを置くだけってこと？あ、古びた本とろうそくはあるんか。なるほどね。じゃあもうあとこんだけか。じゃあちょっとオッケーっぽいっすね。とりあえずこれ破壊しよう。はい、邪神の像ゲットー。で、なんかブロックの配置が違ったりとかそういうのはあるんかな？別に特になさげ。じゃ、とりあえずここに女神像を、女神像をセットしまして、はい。女神像。そして、はい、壁掛けだったのこれ。はい、壁掛けの食材を、場所合っとる？ここよね。あれ？保険やん。どこ？あ、なるほど。この明かり自体が違うんや。なるほどね。あれか。炎の色が違うんかな。ちょっとなんか、悪い感じの。ちょ、待って、なんか違うものまで一緒に破壊してしまうよりはね。確実に。あ、違うの。違うんです。あ、これでいいんかな。オッケー。で、あとは、これを、置いて、そして、祭壇。あ、これも違うってこと？もしかして。あ、そういうことなの。よいしょ。これで、なんか確かに色は違うね。これをここに、置いて、で、古びた本を、ここに、置いて、で、左右になんかろうそくがあったね。このろうそくも？これはいるやつやね。オッケー。ゲン。このろうそくを、この、上に、再び、置いて、はい、これで完成。そこのブロックはいるブロックなの？邪魔じゃない？そういうもんなの。まあ、納得してるんならいいんだけど。おお、我らが教官の祭壇をかつての姿に戻してくれたのだね。さすがはビルダーだ。褒めてくれてよかったよ。納得した？改めて礼を言おう。よく祭壇を作り変えてくれた。
ありがとう、ビルダー。この教会は遥かな昔に島にやってきた、イニシエのビルダーが作った建物だ。そのビルダーは島に様々なものを作り、何もなかった島を恵みの島に変えたという。ん？どういうことだ？ビルダーは絶望を振りまく存在なんだろ？それは、ん？この気配は。へえ、なんか変なの来たよ。うぎぎ、なんだその祭壇は。おのれき様ら、神聖なる教団の祭壇を破壊して、新しい祭壇を作ったな。ち、教団の奴らか。ギタギタにしてるよ、ザヤネな。魔物の群れ。やめてよ。ちょっと今作ったばっかなんだからさ、破壊しに来るのやめてもらっていいっすかね。ジャパン。ココアがめっちゃ震えてる。教団に逆らうなぁ。ちょ、やめてくれる？破壊するのはやめてくれます？なんか壊れたやん、焚き火みたいなやつ。そんなものあったっけ、その辺に。全然わからないんだけど。ちょ、やめてやめてやめて。あ、ちょ、もう、あ、くっそ。くっそ。ひひひ。て、危ない。へい。いけ。危ない。燃えるー。いや。はあ。あった、危ない。さっきからね、隙間にちょっとはまってしまって、危ないっすよ。ああ！あ、それ回るのね。前向いてなんか振り下ろすんかと思いよったけど、回るんすね。あ、やめて。はあ、あれ？あれ？くっ、ていっきゃー！ああ！大変だわ。お腹は大丈夫なんだけど、あ、大丈夫、ありがとうね。ご心配おかけしまして。あ、怖い。うわ、炎が。もうちょっとだ。キャー。くー、てや。あとちょっと。あ、あっちも。お、いいぞ。よっしゃーい。これで、何？全員？やっつけた？あ、あと一匹いるやん。どこ？あと一匹どこ？うわ、めっちゃ破壊されたよ、結局。あ、やばい！そこさっき作ったばっかだからやめてよ。ほら。あっち行って、あっち。ふぅ。あ、なんとかそこは無事？よかった。イェイ。あ、なに？今度から君がここにいるの？どうなることかと思ったが、よくぞ教団の魔物たちを倒してくれた。礼を言うぞ、ビルダ。ところでだ。目つきの悪い耳にたかったそこの君。君は一体何者かね。とてつもない破壊の力を感じるが。ん？どういう意味だ？俺は何者でもない。俺は俺だぜ。ん？指導の正体がちょっとずつ明らかになるんかな、もしかして。まあいい。君たちには世話になった。お礼として、ぜひともこれを受け取ってくれ。お、何個？10個かーい。30個ぐらい渡せや。しょぼいよー。お、今渡した種以外にも、この教会に地下にある倉庫には、たくさんの作物の種が隠してある。床を壊すと地下倉庫に行けるはずだ。必ずやその種を持ち帰り、畑に植えて育ってくれたまえ。もしピリダンの手で胎児が復活し、かつての収穫祭をこの目に見られたら、私は喜びで天に見されるだろう。マジで？ちょっと寂しいよ、それ。何？作物を育てて必ず収穫祭を開くから、その時に遊びに来いと。それは嬉しいが、何かね？君は私を天に召したいのかね？あ、召されたくないのね。今の言葉忘れないでくれ。そして、カボチャと地下倉庫にある種を君の応援で立派に育てるんだぞ。やった、とりあえず、まあ、10個だけやけど、ゲットしました。あと9個や、あと9個。これで、地面を破壊すればいけるのね。じゃ、この辺からいけるかな。よいしょ、よいしょ。近い。どの辺から地下いけるの？全然いけんやん。え、全く持っていけんのやけど、ちょっと早く。え？そこにあるのか？そこってどこ？て、て、て。
もしかしてなんかもっとわかりやすい場所があったりとかしたかな。なんかめっちゃ進んで生きよるつもりなんやけどさ、どこ？で、ここはどこよ？なんか結構上、なんか上の方におるよね、なんか。でも多分ココアの真下ぐらいに来たらもうちょっと近く、あ、ここか？もしかして。なんか上。ちょ、君邪魔なんだけど。ここじゃない？あ、違う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 。なんか、めっちゃ襲われよるみたいな構図になった。これじゃないの？違うの？だってなんかぽいやん、ぽいやん。あ、なんか朝になったっぽいよ。これさ、上向いて掘っていくことができんよね、正直。ちょ、待って、一旦さ、一旦この外でよ。一旦外でよ。一旦外出て、もう一回ちょっとやり直した方がいいって。で、どこ？どこにあるって、宝物。ちょ、君らさ、明るい時に出てくんなって。で、どこ？ねえ、宝箱は？宝物は？あ、ここ？ここやん！ここを壊せばいいのね。はっ、こうあっという間に飛びつくやつ。く、あんなに、あんなに苦労したのに？あったー。あ、大ネズミとかおる。どうも、しかもちゃんと階段とかもあるやん。やったね。ずっとここにいたのね、君は。私はどういう感じで破壊していったんだろうか。うん、かぼちゃの種もあるやん。あ、かぼちゃの種30いった、やった。え、やば、41。やば。やったね。トマトの種も。そして、これ、キビかな？やあやあ、人間さん。こんな壊れた教会に近くまでよく来ましたね。あなた、勇気があるな。この教会、お化けが出るって有名なんですよ。あ、なんか、おったおった。なんでも、昔、ここの神父が種を集めて農園を作っていたらしくて、この教会にはその神父のお化けが出るとか。あ、神父さんなんや、あれ。ここにある宝箱には、その神父が集めていた種があります。黙ってればバレません。もしも種が欲しいなら、さっさと持って行っちゃったらどうです？ま、もっとも、神父のお化けに祟られても知りませんがね。チュッチュッチュッチュ。鳴き声かわいいか。てかあれよね。別に宝箱を守ってるわけじゃないの、この子は。いいの、そういうの。なんか奥の方にもめっちゃ続いとるよ。この辺なんかあるんかな？別に何もないかもしれんけど。でもこっちなんかちょっと出口っぽくなってない？こっちからも出られる。あ、なんか、外に出てきた。どこ？これ。特になんでもないかな。ここは一体、どこでしょうか。あ、あれかな？あの、ゴーストがおったとこやね。あ、ここに繋がっとんや。なるほど、なるほど。で、あのチェックマークはあれかな？拠点かな？どこだい？あのチェックマークは、あ、やね。やね、拠点だね。ってことでちょっと拠点に帰ります。拠点へワープ。ふぅ、帰ってきたー。あ、どうも、集めたよ。お帰りなさい。かぼちゃの種を見つけてこれたんですね。はあ、ついに、大樹を完成させるための作物の種が、また一つ見つかりました。ちなみに、その種、どうやって見つけてきたんですか？まあ、幽霊にちょっとね、いただいてきまして。なるほど。種を守っていたゴーストさんか。きっと強い思い入れがあったんでしょうね。アイナさん、種を託してくれたゴーストさんのためにも、大切にかぼちゃを育てていきましょう。マギールさんによれば、かぼちゃの種は、キャベツや小麦と同じく、そのまま畑に呼ぶれ、植えれば育つそうですよ。あ、普通でいいよね、これは。オッケー、よかった。さあ、皆さん、湿地帯に見つけてきてくれた、かぼちゃの種を育てていきましょう。くっくっく。お、何？素晴らしいぞ、アイナ。よくぞ、教団によって失われた、かぼちゃの種を見つけてきたものだ。かぼちゃの種を植えれば、いよいよ大樹の完成は間近となろう。アイナのたくも、アイナのものづくりもついに実を結ぶぞ。よーし、アイナさん。そのカボチャの種を畑に植えて、まずは一つ目を出させてみましょう。
とりあえずハートを、ハートを集めて、さて、じゃあ今回はこの辺で終わりにしておこうかな。はい、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あれをね、とりあえずなんかそれぞれの畑を作りたいけん、また新しくかぼちゃ畑を作りたいんやけど、正直、土地狭くね？かぼちゃ畑どこに作ろう？